バレーボールネーションズリーグ2024女子予選ラウンド第1週日本ゼロのンポーランド、日本時間19日トルコ。パリ五輪の切符をかけた最後の戦い、ネーションズリーグで女子日本代表、世界ランク8位はポーランド、同3位と対戦し、セットカウント0対3のストレート負け、24から26、20から25、23から25、オキシコン大会初黒星。 ルコルラウンドを3勝1敗で終えたスタメンは主将古賀紗理那27セッター岩崎暦35渡辺綾33山田日香24林琴奈24石川真由24リベロは福留さとみ26が起用されたここまで三戦全勝同士の日本対ポーランドは第1セット 山田の連続サービスエースや古賀のダイレクトスパイクなどで4連続得点、日本が6、3とリードする。しかし、その後は平均身長で10センチメートル高いポーランドの攻撃を受け、15から15と同点に追いつかれる。それでも日本は渡辺のアタックや2枚ブロックが決まり、4連続得点などで23から18とリード。第1セット選手まであと2点と迫った日本だったが、 ここからポーランドに6連続得点を許し逆転で第1セットを奪われてしまう。第2セットは15から15と一進一退の攻防が続いた。しかしここからポーランドの前回大会得点王203センチのスティシアク23の強打やブロックでリードを許す。このセットだけでスティシアク1人に10得点を決められ20から25とこのセットも落としてしまう。 セットカウント0対2と絶体絶命の日本は第3セットから入った井上29、が立て続けに得点を決め見せ場を作った。それでも世界ランク3位のポーランドを引き離すことができず、10から10の場面でエース・スティシアクにスパイクを決められると流れはポーランドに傾く。それでも途中出場の和田由紀子が技ありのスパイクを決めるなど22から21と1点差に迫る。 しかし、日本の頑張りもここまで。最後にスティシアクのスパイクがブロックアウトとなり、23から25。セットカウント0対3のストレートで日本はポーランドに敗れた。試合後、真鍋監督は、やはり1セット目の終盤ですよね。あそこの連続失点がやはり大きいと悔しい表情を見せた。首相の小川 しっかりチームで話して改善しながら少しずつ成長してしっかり勝つっていうところまで持っていきたいと次のマカオラウンドへ気持ちを切り替えた。ネーションズリーグ予選ラウンド終了時の世界ランキングがアジア・オセアニア地域で最上位または出場権未獲得の国のうち上位3位以内に入れば日本はパリ五輪の出場権を獲得する。